はい皆さんこんにちはカンですということで皆さん白猫テニスやってますでしょうか <laughs> もちろんやってるか僕の動画見てると思うんですけどもあの白猫テニスをねどの端末でしてる感じですか僕は前まで iPhone8 やったんですけども、まあ、今日はですねこの iPad を使ってやっていこうと思いますということでねまあ,あの白猫テニスはね iPad ゲーということは聞いたことはありますでしょうか、まあ、その理由についてね説明していけたらなと思います 僕のチャンネルでは、まあ、画期的かつ、まあ、強い編成とかも紹介しているのでまあ、興味のある方は是非チャンネル登録してください、はい、まあね多分 iPhone でやってる人が一番多いんじゃないですかねまあね最近はね iPhone よりも Android の方が性能高いやつとかも出てますから、まあ、Android でもあの結構おると思うんですけどもまあ,あの iPad っていう選択肢選んでる方 まあ、そこまでいないんじゃないかなと思います。まあ、強い人はなんかね、結構な確率で iPad 使ってるみたいなことがあるのでね、まあ、薄々ねあのそのような、なんか iPad でやると白猫テニスでやりやすいっていうね、情報は耳に入ってきてると思うんですけども、僕もそんな感じだったんですよ。なんかうっすらみたいな感じだったんですよ。ほんで、まあ、こうやって実際に、この手元に iPad を取ってですね、白猫テニスをやった結果、まあ、これ、これ見たら一目瞭然です。これ見てください。はい。まあ、 ここういういとなんですよ皆さん <laughs> やばいですすよよね見える範囲が違うんですよあの iPhone と iPad まあ別に iPad じゃなくても普通のタブレットとかで考えてもいいんですけど縦横比っていうのが全然違うくてですね iPhone とかは16対9で、まあ、iPad は何対何かわからんけど、まあ、ほぼ1対1みたいなもんじゃないですかこんな画面がめちゃめちゃ広いんですよ。 まあなのでね、まあカーブとかもね、あのー、結構ずっと目で追える状態になったりするので結構取りやすかったりするっていう感じですね。まあね、あのー、まずスマ,のスマホの方をね、見てほしいんですけども、こんな感じです。まあいつもね、まあこうやって感覚で撮るしかないですね。<laughs> マジで。カーブショットはもうマジタイミング、もうバーンって感じ。もう相手打った1、2、うんみたいな、なんかもうほんまに感覚でしか取れない感じになっております。まあそれに比べてですね、 iPad はまあ結構やっぱ広いんですねこうやってバーンってあの相手がカーブショット打ってきたら見えて打つみたいな、うん、見えてから打てるんですねもうスマホの場合やったらほんまにマジ感覚ですから、まあ、その画面の外に行ってからあとこんぐらいでくれないってから振る感じなんで、まあ、あの iPad 使ってる時も僕もあのそんな感じでやったんですけどやっぱ見えてから振れるのと感覚もう完全感覚でやるのとではやっぱ成功率も変わってくるかなと思いますね まあ、あともう一つ、まあ、iPad のいいところがあってまあでも iPad に限った話じゃないんですけども僕今まで iPhone8 使ってたんですねただ iPhone8 やとカクついてしまうんですよさすがに今、まあ、1時間2時間プレイしたら、まあ、結構熱くなってきて動作とかも重くなってきてまあ例えば皆さんも経験あると思うんですけどもあの越前龍馬とかの SSS ってさ固まりません <laughs> 僕も多分固まらないことがないぐらい毎回もう うんってなってあれもう点決められたみたいな <laughs> そんなことがしょっちゅうやったんでマジであの確定1点やったんですよほんまにあの鬼破りスペあの GS 打ってリリカのスペシャル並みにもう決められるもうほんまにほとんどの確率で決められてしまうので、まあ、やっぱりね性能がね、あのー、良くない。 ものを使うとやっぱそういうものも生じてまあ勝率もちょっとだけやとは思いますけどまあ下がっていくというものがあると思うんですねまあねあのまあ、最新の iPhone とかねまあ今やったらもっと性能いいな いいとかもありますのでまあそれ持ってる方はそれ使って格付きがないんであれば全然それでもいいと思うんですけどもあのー、僕の場合やったら携帯って2年更新なんですよ2年ごとに携帯を買えるっていう感じであ僕学生なんであの親に携帯とか買ってもらうんですけど <laughs> 買ってもらうっていうか,あのなんかドコモがなんか2年更新でやったらなんか携帯あげますよみたいな感じなんで2年使えばね。なので まあそんな感じでいつも携帯交換していってるわけなんですけどもさすがにやっぱり2年とか経ってしまうと携帯のまあ普通にそもそもの性能も落ちてきますし今と比べたらだいぶ性能も低かったりするんですよほんでまあこれ見てほしいんですけどこれねアンティトゥベンチマークっていうやつなんですけどまああの全然機械詳しくない方わからないと思います僕もわからないですただまあこれが結構 簡単ななな指標になっててなんか YouTube とかのスマホのレビューとかでもこれが指標になってることが多いのでこれ知っててあの損はないと思うんですけどもあの総合のスコアですがですね この約40万点以上ににになななるるととハイエンド動作に不満なしという感じになるそうですほんでミドルレンジ注意この真ん中のやつねはまあ総合20万から30万点これで軽いゲームくらいならできるとかそんなレベルなんですよほんでまあこれ見てほしいんですけどまあこれはねあの iPhone のまあ性能表みたいなやつなんですけど僕が使ってた iPhone8 もうこの表の中ギリギリ載ってましたマジでそんぐらい古いみたいですね <laughs> でも今でも iPhone6、7使ってる人おりますからねまああのこのサイトやったらまあこんだけやったっていう感じなんです ですけどもあの iphone 8だとですね20なんですよ20ですよ皆さんさっきの20何だったでしょうかこれですまあミドルレンジからミドルレンジ注意のこの間ぐらいですよねもうや,やばいですよね必要最低限から軽いゲームくらいならとかそのレベルでしか使えないまあ全然素手にできてるからまあ別に大丈夫じゃ大丈夫なんですけどやっぱりこの越前とかね ss で固まってしまう要因は多分ここにあるかなと 思うんですねなのであのもし携帯買い替えるやとか、まあ、2年更新とかで、まあ、やる場合、まあ、あのその自分が選ぶ携帯とかね選ぶ時、まあ、白猫テニスやる方に限らずやと思うんですけども多分ね荒野コードとか、あのー、PUBG とか,なんかそういうやつをする人はもっと性能高い方がいいんかなとフォートナイトとかやったらねあれもうすっごい画質いいですからあれとかもうめちゃめちゃ性能良くないと多分ダメやと思うんですけども、あのー、これを指標に選んでいただいたらなと思いますまあ最低でも30万点は欲しいかなという感じですね。まあ ただ、まあ、最近のね、携帯はもうほとんどこんぐらいの性能は突破してますので、まあ、そこまで心配する必要はないんじゃないかなと思います。まあ、ただね、アンドロイド使ってる方で、まあ、そんな、あれじゃないですか、親に頼んでもそんな買ってくれないじゃないですか、普段 a アンドロイド使ってるってことは、多分多分ですけど、僕の場合はそうやったんですけど、あの、iPhone が高いからアンドロイドにするみたいな、そんな感じだったんですよ。なので、もう、親に頼んでも無理やと。そういう場合はね、あの自分で買いましょう。 はい、あの自分で買う場合はねあの iPhone ではなく iPad を買ったらいいんじゃないかなと思いますさ、まあ、っきからね iPadiPadiPad い iPad, iPad うてね他のタブレットやったらダメなんですかっていうねあの疑問を抱いてる方はおると思うんですけどもあのタブレットに関してはですね iPad が一番性能いいんですね他の Android のタブレットとかとはあのすごい差があってですねなのでねあの タブレットを選ぶ際白猫テニスをするよとか、まあ、それだけのために買うのはちょっともったいないかもしれないので、ねまあ、僕の場合はあのなんか図で表示できる 3D で表示できる体の人体模型みたいなアプリもあの大きい画面で見れますのでそういう感じも兼ねてね買ったっていう感じなんですけども。 でもやっぱり値段が高いじゃないですか最新型とかになるとね10万とかなんですよ10万ですよまああの iPhone とかも最近のやつねあの10万とかありましたよね i X とか、ね、でもただまあ最近出言た iPhoneSE とかやとね多分5万ぐらいだったんですかね6万ぐらいなんかそんな感じなんでねあのー、まあそれはまあまあまあリーズナブルですけど、まあ、iPad とかに関して最新やとすごい高いんですねなので、あのー、まあ最新のじゃなくても古いやつでも十分な、あのー、スコア出てるんですよ、まあ、正面あの選ぶ基準としてはですね40万点以上のやつを選んでいただけたらなと思います実際ねこのタブレットもですね iPadmini5 っていうやつで、まあ、あのベンチマックスコアがですね47万点とか、まあ、そんな感じなんで、まあ、あの一番すごいやつだと70万点とかあるんですよそれはでも10万ぐらいするやつなんですよなのでまあ皆さんにはですね、まあ、是非とも、まあ、あのコスパのいいそしてまあ白猫テニス快適に使えるかつまあ普通に大きい画面に見れますので、まあ、あ YouTube とかも結構大きい画面で見れますし あのー、まあ注意すべき点は、まあ、他の注意すべき点としては、まあ、あの家でずっと使う場合であれば w i f i モデルっていうので十分なので、まあ、セルラーモデルっていうやつもあるんですけどそれは外でも使えるんですけども。 あのそれを使うとまあ普通に端末自体の値段がですね12万ほど高くなりますし多分月額も一旦ちゃうかなその通信費とかでまあ、それはちょっと確かじゃないんですけどまあ、多分 w i f i モデルで皆さんあの事足ると思いますあとはあのメモリ数からギガバイトってやつあれ32ギガバイトしかなかったらもうめちゃめちゃちっちゃいのでそれはやめた方がいいですああのの最低64、GB、でもあの ものによっては一番下が百二十八ギガバイトのモデルもありますので、まあ百二十八ギガバイト選んでいただいてもいいんじゃないかなと思います。まあ最後にですね、まあ端末を変えなくてもそのゲームの。 そのラグとかを少なくする方法っていうのを説明していきたいなと思うんですけど、まあ普通品質設定っていうやつですね。このメニューからですね、オプションに行っていただいても、ここら辺の画面で全部やるんですけど、多分、あのはじめしろっていうテニスを入れた時、省エネ設定っていうのがオンになってるので、これはオフにしてください。これオンになってると、あのなんか若干ラグくなるので、まあオフにしてください。ほんで試合画面に関しては、まあこれは関係なかったですね。あの, <laughs> あの品質設定なんですけども、これ、 僕はこんな感じにしております、まあ、エフェクト品質とコート背景とサウンド品質これは軽さ重視で全然問題なくできます。もう何も あんま変わらないです、まあ背景が若干ね真、ままあ、緑になったりとかするんですけど僕的にはそっちの方が見やすいです後ろでタヌキとか跳ねてるの見とったらなんかすごい見にくいんで玉とかも見にくかったりするんで僕的にはこっちの方がまあ玉も見やすくていい感じかなと思いますただこのキャラクター品質とか画面解像度品質こういうのを軽さ重視にしてしまうとキャラがめちゃめちゃ荒くなるんですねなのでそれはあのやめた方がいいかなと思います はい、というわけでいかがでしたでしょうか？ま ipad、あ、に変えたからといってね。白手ねがね。強くなるとは限らないんですけども。多分ね。まあ今あの？ ととととかかか SSS で固ままっってるる方ななならばねあんまちょっと上がるんじゃないかなと思い思すただ操作とかも結構異なってくるので、まあ、それになれるまでにね結構レートとかも落としてしまうと思うんですけど、まあ、根気よくね続けていただくと多分上がっていくんかなと思います僕も今その段階です <laughs> あの実際にもう300ぐらい落としたんかな2295までいったのに今1900台ですからまあまあまあそれはまあしょうがないとしていずれねまあ高いレートとかも取れるようになってくる るんじゃなないかなと僕は思いますということで、まあ、僕のチャンネルではこんな感じのためになる動画を上げててこれからも頑張って投稿していこうと思いますので、まあ、チャンネル登録とあと応援もよろしくお願いしますということでまたお会いしましょう。バイバイ。